はい、どうもジルです。ということで今回は次のイベントについての情報が出たんで、そちらを見ていこうと思います。ということで行っていきましょう。予告イベント、カーネーションリコレクション開催について、なんか若干陰踏んでるよね。はい、ということでかなえちゃんバナー来ました。予想通りです。本当にありがとうございます。はい、イラストの方にはね、カーネーション、そして、みずきちゃんもね、一緒にいるということで、ちょっとみずきちゃんのストーリーが、また回収されると嬉しいなとかね、思っている次第であるんですけども、まあ、イベントの詳細についてね、見ていこうと思います。今回のイベント、通常の、イベント形式となります。チェフルライブではありません。そして開催期間なんですけど、6月21日15時から、6月28日20時59分までのね、非常に短い、イベント開催期間となります。そして、問題の、ボーナスについてですね、ボーナスがこちら、イベントボーナス、タイプボーナスがミステリアスタイプ、そして、キャラクターボーナスが上から順番に、かなでちゃん、めぐりねるか、25時ナイトコードで、真冬ちゃん、みずきちゃん、えななんということで、ついにルカさんが実装されます。いやー、そう、ミクだけね、最初いて、そっからリンちゃん、メイコさんと追加されて、次ルカちゃんが来るんじゃないかと言われていたら、やはりルカちゃんが来て、しかも星4での実装ということでね、そして今回はですね、イベントタイプがミステリアスタイプなんで、ガチャと合わせて 250% 編成が組めるといった感じになります。ガチャ引かなくても 190% 編成かな。で、機種すでにいるメンバーとしては、みずきちゃんが、星4、星3、星2すべていて、えななんが星2、かなでちゃんがカラフェス限定でいるって感じですね。じゃあ、イベントの編成の方についてね、見ていきましょう。今回のイベントの編成がこちら、これが、既存メンバーで組める編成の 190% 編成です。真冬ちゃんに関しては、真冬ちゃんとルカさん、このルカさんはね、過去のイベントのレオニのルカさんなんで変わるんですけど、ガチャの方でルカさんと、真冬ちゃんをゲットすることで 250% イベント、250% になります。で、かなでちゃんに関しては、今度出るんですけども、こちらのね、限定のかなでちゃんがいて、もし限定のかなでちゃん持ってる人いたら、限定のかなでちゃんを使うことをお勧めします。スキルが、最大で 140% アップで、しかも発動条件も緩いっていう、マジで激強スキル持ってるんで、基本的にかなでちゃんを使えば OK です。はい、サブで編成するときにもかなでちゃんで、リーダーは、かなでちゃんにするのが一番最高率かと思われます。そしてね、みずきちゃんと、ごめん、最近記憶がね、ぶっ飛ぶんですよ。えななんに関しては、えななんはこれが最高だね。えななんは星にしかいません。ミステリアスタイプでは。で、みずきちゃんに関してなんですけど、これが星3のみずきちゃんで、一応みずきちゃんは星2のみずきちゃんで、過去の報酬で、これだね。ペイルカラーの時の星に報酬みずきちゃんも、ミステリアスタイプとなっております。で、あともう一人、神子フェスティバル。神子フェスティバルの時のみずきちゃん、星4だね。星4のみずきちゃんがいますので、ちょっとジールさんがそれを持ってないんでね、編成に組み込めてないんですけど、星4神子フェスみずきちゃんを入れると、さらに編成としては強力な編成となります。はい。そういった感じでイベランする方はね、編成を、真冬ちゃんと、ルカさんを当ててもろうて、で、かなでちゃんは限定を使って、で、みずきちゃんはできれば神子フェスティバルのを入れると、いいのかなと思います。はい。はい。ではね、ここから少し話が変わるんですけど、次のイベントですね。次のかなでちゃんバナーイベントで、ジールさん、私ジールはイベランを行います。はい。そこでね、ちょっとお手伝いさんを募集したいと思っているので、そちらについてのお話をさせていただきます。もし条件あって手伝えるよって方はね、ぜひぜひお手伝いよろしくお願いします。じゃあね、お手伝いについて話していきます。今回ですね、私、ジールはイベント500位称号を、狙ってます。で、まあ、ちょっとイベント走ってみて、状況を見つつ、称号は、変える。まあ、500位は最低で、もしかしたらもっと上がる400位、300位とかを狙う可能性もあるので、そこは臨機応変に対応よろしくお願いします。で、お手伝いとして入ってもらう方の条件なんですけど、まず総合力は22万以上で、スキルが、リーダーのスキルだね。リーダーのスキルは 120% 以上でお願いします。ただしね、内部値に関しては今回、いろいろ言わないんで、まあ内部値は、多少低くても問題ありません。
そしてね、この条件に合う方は、概要欄に Discord のサーバーを貼ってますので、そちらにね、そちらから参加するようにお願いします。で、サーバー参加後はね、お手伝い編成というテキストチャンネルを作っているので、そちらに編成のスクショを載せてください。で、その編成のスクショが条件に合っていない、もしくは、編成のスクショを貼らない場合はね、後でキックさせてもらいます。はい、ルームからキックす、サーバーからキックするのでね、皆さん忘れないようにお願いします。またね、並走、イベント、同走とか並走とか言うんだけど、イベントを一緒に走るって人はね、参加する際に、ジールさん含めて、5人いるうちの1人だけならね、並走カットします。3人はお手伝い、1人並走、同走っていうのは OK で、2人以上ね、イベント編成で走るっていうのはやめるようにしてください。はい。で、同走の方のね、総合力やスキルに関しては、明日ね、キャラが実装されてからまた改めて詳細を、配信等で話してます。ルームに関してはベテランルームで、楽曲は一人ボエンビー固定で、やります。スーパーフィーバー取れる難易度を選択するようにしてください。イベントの概要、イベランの概要としては、基本的に平日、イベント開始日から、の平日は毎日、夜20時から、2時。20時から次の日の2時だから、約6時間ね、イベランする予定です。で、私、ジール、主はですね、ブーストの消費量3で、1セット90で、行う予定です。これに関しても、ブーストの消費量は、イベントの順位とかを見つつね、変えていきますんで、よろしくお願いします。はい、そんな感じですね。その他分からないことがあったらね、コメント欄もしくは、ディスコードサーバー入出後、サーバーの、テキストチャンネル一般の方で、お聞きください。はい、そんな感じで、イベランしますので、お手伝いできるよって方は、ぜひともね、イベランのお手伝いよろしくお願いします。はい、またね、イベランの様子は配信でも、配信しながらね、イベランを行うので、イベランお手伝いはできないけど、応援したいって方はね、配信の方遊び来ていただけるとありがたいです。はい、といった感じで、今回の動画は終わっていこうと思います。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。